はい、はい、こんにちは。ということで今日もベスト5シリーズ沼がっぱ編、ね、やっていきたいと思います。元気ないな。元気ありますよ。沼がっぱことなっちゃんです。はい、はい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 、よろしくお願いします。お願いします、はい、今日は何の今日は USB 編やっていきます。 USB ベスト5。はい、はい、ほう、USB ね、はい、好きな人いますからね。あ、はい、ぜひぜひ紹介していただきましょう。さあ、じゃあ第5位から。はい、ただじゃあ第5位からやっていきます。若干気抜けてんな。はい、第5位の商品はこちら。ほう、はい、SUS の固定ガスガン USB となっております。まず可変ホップが搭載されていること、うん、でこれスライド動かないタイプなんですけど、うん、ちょっとずっしりと重みのある USB になってあります、はい、これも、まあ、ダブルアクションとシングルアクションと両方とも楽しめるようになっていて、なんかサイレンサーアタッチメントや、ね、元々の粘着タイプのターゲットも一緒に付属しているので、うん、全部セット。そうです、ガスさえあればお家の中ですぐに遊べるようになっております。はいはいはい、はい、ということでこちらが第5位の商品でした。はい、はい、そしたら続いて第4位やっていきましょう。はい、さあどこだい。こっちです、こっちです。はい、はいはい、こちらです。はい、東京マリーさんのデンダーハンダラン USB のブラックスライドとシルバースライドになっております。フル音とセミ音と両方切り替えができること、うん、そしてすぐ売れた集団性、うん、であと別売りのマズダアダプターをつけることによってサイレンサーだとかドットサイトが搭載可能になります。これ今ここちょっと入ってないんですけど、マガジンが今抜けちゃってね、はい、ノーマルマガジンちょっと短いんですけど、はい、こちら別売りで100連マガジンもあるので、はいはいはい、でっかいやつね、はい、でっかいやつちょっとはみ出るやつがあるんですけど、うん、これあるので、うん、フル音打ってもうん、すぐに玉切れちゃうなんてことはないかなと。サバゲーでも、まあ、バリバリ使いちゃうとインドア戦でね、はい、バリバリこれは結構使いやすいんじゃないかなと、はい、思います。はい、ということでこちらが第4位の商品でした。はい、ということで第3位やっていきます。はい、どっちだい、はい、向こうかい、はい、こっちです。はい、そして第3位、第3位の商品は、はい、こちらです。こちら、はい、はい、東京マリーさんガスブローバックハンダガン USB コンパクトとなっております。はい、でこちらは、まあ、USB フルサイズの短縮バージョンになっていて、まあ、フィールドでも使いやすいようなサイズ感になってます。はい、はい、あとは、まあ、シングルアクションダブルアクション、うん、両方とも使用可能で、なおかつアンビタイプのマグキャッチになってます。はいはいはい、これマガジンが大、うん、大キャット製、あ大カスト製ですね。大カスト製、はい、丸井さんの表現の大カスト製の、はい、大カスト製のマガジンなので、はい、ちょっとガス打った時の冷却にも強かったりします、はい、マグバンパーがフィンガーレストついてるので安定した射撃にちょっと貢献してるのかなって思います。でもね、大きさによってはねちょっとしっくりくる来ないっていうのもね、そうですね、私は意味ないんですけど開いちゃってる、ね、開いちゃってます。はい、はいはい、まあ、USB コンパクトとしてやっぱジャック・バウアー、ん、ジャック・バウアーさんが、あ、なんか24でね、うん、なんか出てましたね、はい、の愛情としてなんかそう出てるっていうのはシーズンいくつだか忘れちゃったけどね、なんか出てました、はい、使ってたんですよ。はい、昔ね日本にジャック・バウアー役のティーファー・サザーランドとかすごい名前が日本に来てねインタビューしてた時にパドックから銃提供してるでもその頃、はい、先代の社長が、はい、24全く見てなくて、誰だほんなのっていうレベルで結局まあ貸して戻ってきて中古で売っちゃったんでね。でその後に24に随分ハマりまして、はい、あの時売らなきゃよかったというね、まあ、サインぐらいもらっとけばよかったねっていう話になったことがね、うん、この USB コンパクトにありましたけど、これは丸井さんの方、はい、はい、丸井さんのものになります。その当時ね丸井さんまだ出てなかった、これ最近のモデルだもんね。そう、比較的ね、そうなんですね、うん、比較的最近のモデルなんです。そうなんですね、すごい快調なブローバック、これおすすめですね。はい、うん、でこれが第
3位です。これで3位なんだね。はい、はい、はい、そしたら続いて第2位やっていきます。はいはいはい、第2位こっちですね。はい、ここ、はい、はい、そしたら第2位やっていきます。はいはいはい、何でしょう、こちらこちらこちら、はい、石田さんと馬場さんの BH-USB タクティカルになります。多分前にも紹介したのかな。こちらがまずおすすめポイントとしてやっぱり CO2 のガスブローバックガンなので、フロンガスのものと比べてかなり強烈なリコイルが味わえるっていうのが一つの魅力かなと思います。で、こちら14mm、先端が 14mm の逆ネジになっていることと、これもうサイレンさんがつけること前提で 14mm の逆ネジになっているので、こちらのサイトたちも高めのハイサイトになっています。なのでサイレンさんつけたからあのサイトが使えないよなんてことがないようにできているのもおすすめポイントになってます。でしっかりとここにアンダーレールもついていますので、はい、ライトとかで好きなようにアレンジすることも可能となってます。はい、はい、ということでこちらが第2位の商品でした。はい、そしたらいよいよ第1位やっていきます。まあこっちかよ、こっちです。はい、はいはい、お待たせいたしました。はい、いよいよ第1位の発表です。はい、第1位はこちら、お東京マーレーさんのガスブローバックハンドガン USB となっております。まあ王道ですね。USB のコンパクトじゃなくて普通の大きさの、はい、サイズの方です。はい、はい、マガジンが、新設計のマガジンになっていて、25発プラス1発、でフルサイズの USB と同じ弾数、になっているそうです。はいはいはい、あと9ミリパラベラム、はい、の刻印、これかな？これここですか？とか、あとこれ、はい、これのことなのかな、ね、はい、もう入っているので、はい、好きな人は好きなんじゃないかなと思います。はい、でまたこれあの HK45 に近いような、あの重いリコイルを持っているので、ちょっとフロンガスでもの中でも強いリコイルのある銃使いたいなって方いらっしゃったらおすすめかなと思います。動作もかなり俊敏で力強い形になっているので、こちらもまたおすすめポイントの一つです。はい、こちらもやっぱりダイカスト製のマガジン使っているので、冷却にも強いものになっております。ただこちらの USB コンパクトと違って、ピンがレストついてないので、マガジンは共用できません。できないんだ、これ。できないはずです。はいはい、だから別々で、丸井さんから出てます。それ用でね、それぞれ用で出てます。ね、はい、はい、はい、早速こちらが第1位の商品でした。ということで今回は USB ベスト5をご紹介させていただきました。まあ現在の店頭の売れ筋ということで ね、またちょっといろいろ変わってくるかもしれませんし、はい、いやいやいや私は他のところの USB が好きなんですよというコメントもね、あるかもしれません。ぜひコメントお待ちしてますので、売れ筋商品はこちらベスト5だとか、あとホルスターとかもね USB 用って最近はいろいろ出てるんで、そうですね、アモマックスとか、はいはい、あとは調整して使うタイプのホルスターもありますので、その辺ね、これに合いますかっていうのはねぜひ聞いていただければ、はい、これとこれだったらこのホルスターが合いますよとかねっていうふうにご紹介できるかなと思いますんで、もしご興味がある方はねまずはご連絡いただければと思います。はい、あと在庫確認とか、まあ、カスタムしてみたいとかっていうご相談もね受けたまわっております。こちらも店舗の方までお願いしますとはい、お願いします。ということで今回は USB 編をやっていきました。じゃあバイバイ、嫌いに出てんなー